福知ダムは沖縄県国上郡東村二級河川、福知川本流に建設されたダムである。内閣府沖縄総合事務局が管理する高さ91.7メートルのロックフィルダムで沖縄県最大のダムである。琉球列島前国民政府の下で計画、設計、寄港され、建設途中で日本国政府へ引き継がれ1974年に完成した。 内閣府管理であるが特定多目的ダム法に基づく多目的ダムであり実質的な管理は国土交通大臣が行う国土交通省直轄ダムである1979年から1983年にかけてダム再開発事業が行われたダムによって形成された人造湖は副条湖と呼ばれ沖縄本島の水亀として 重要な役割を担うほか2005年には財団法人ダム水源地環境整備センターが選定するダム湖100選に東村の水泉によって選ばれている。福知ダムをはじめ沖縄県の上水道の約8割を担う北部のダムの水源はソ米軍の北部訓練場の奥行き沖縄本島においては第二次世界大戦後の経済成長や 生活の変化に伴い水の需要が増大し水不足が慢性化していた。琉球政府は1962年に将来の水需要量予測を立てたが実際には予測を超えて需要が伸びていた。人口の多い南部及び中部においては自前の水源だけで需要を賄うことが難しくなり新たな水源を北部に求めることになった。 福知ダム工事現場1965年9月から翌1966年7月にかけてアメリカ陸軍工兵隊ニューイングランド分隊が初期調査を行い1967年4月から1969年11月にかけて同工兵隊沖縄分隊と同ロサンゼルス分隊が追加調査を行った周辺地形、地質、材料などが検討され 基本的にアメリカ合衆国の使用で計画が作成された。1969年7月16日に第1期工事の起工式が行われ、アジアアメリカ建設会社が142万5千ドルの費用で工事に当たった。翌1970年5月18日には第2期工事が始まり、大城組が880万ドルの費用で工事に当たった。当初は、 琉球政府がダムを完成させてから、日本国政府へ引き継がれる予定であったが、大雨や台風の影響などで工事が遅延したことと、沖縄返還が早まったことから、建設途中で引き継がれることになった。建設途中のダムが国をまたがって継承される例は、珍しく、ダム建設に関する基準や慣習などの違いについて、慎重な検討を行う必要があった。 1971年11月18日には、藤城調査団が沖縄を訪れダムの継承に関する交渉を行い、翌1972年2月20日には、野島調査団が訪れ建設工事に関する技術的な面での調整が行われた。同年5月15日に、沖縄が返還されるとともに、沖縄開発庁沖縄総合事務局が発足し、 正式に日本国政府に引き継がれた。停滞工事の進捗はおおむね半分程度であり、この時の包み高は45.2メートル、包み体積は83万9000立方メートルであった。継承に伴う問題を最小限に抑えるために、基本的な設計は当初案のままとし、日本の基準に合わない部分について、 追加工事を施す方針で進められた。詳細な検討の結果、ダム本体については補強が加えられ、止水対策としては上流洪水破棄が追加されることになった。これに加えて、原石山採掘権の調整、水利権の確認などが行われた。また、収水域の耳打ちは、借地となっていたが、日本側の管例に合わせて村に返還されることになった。 1973年3月31日の基本計画制定にあたり、ダムの目的が上水道専用から多目的ダムに変更されている。ダムで取水された水の輸送については、海岸沿いに道路とパイプラインを建設することになっていたが、山中にトンネルを掘削する方が安価であることが分かり計画が変更された。道水路の建設は、 沖縄県の担当となり、1973年5月16日に着工し、沖縄国際海洋博覧会に間に合うように工事が進められた。久し上水場までの導水路は111億6000万円の工費をかけて1975年6月に完成した。ダムの建設が進むにつれて様々な問題が発生した。 導水用トンネルの掘削によって、地元で従来利用されていた水源の枯渇が多発した。また、収水域の土地の返還によって、年間5000万円近い借地料収入がなくなり、返還されたとしても法的制限のため利用できない土地であった。さらには工事関係者と地元住民との圧力や、川の水が濁って生活用水として使えなくなった、ことなどに加え、 期待されていた道路建設の中止など地元住民の間で不満が高まり1973年になって大規模な反対運動に発展した。これに対して政府は影響を受けた地区への無料給水、河川整備、基盤整備事業、水泳用プールの建設などの保障を行い、集水域の土地については別の国有地との交換を提案した。 これにより反対運動は沈静化したものの住民の間では互いの不信感が残り、川田地区と東村との間では訴訟にまで発展した。福地川を塞ぐダム本体、ダム本体左岸に下流洪水破棄、ダム本体から東に約 6km 離れた位置に上流洪水破棄がある。日本のダムにおいてダム上流部に洪水破棄が設けられているのは 福地ダムが特徴的である。福地川川口から約 3km 遡った東村浅川田のゴン道地区にある幅 140m、深さ 90m の谷を塞ぐ形で設置されたロックフィルダムであり、ダム表面における傾斜は上流側面で1、2.25、下流側面で1、2.0である。ダム上部は 緩やかな弧を描く形になっており、この半径は、米国のクーガーダムを参考に304.8メートルとされた。取水口は標高を変えて4カ所設けられており、それぞれ水平に縦口まで導かれ、縦口内で合流する。縦口下端から直径1.52メートルの、鋼鉄管に導かれ、そこから久し浄水上水場への導水路と、石川浄水上水場への導水路に分岐される。 ダムの材料を得るための原石産として、ダムから 2.4km 上流にある砂岩地層と、ダムから 7.5km 北西の大喜見村ネロメ、地区にある結晶石灰岩地層が候補に上がり、ロックフィルダム案、ゾーン型アースダム案、および重力式コンクリートダム案が比較検討された。材料の輸送費用などを含めた建設費が最小になることから、 ネロメ石灰岩を利用したロックフィルダム岩が採用され建設された。建設途中の1970年7月30日にダム岩上流部で地滑りが発生したため当初設計に対してダム岩側を下流へ37メートル移動させる設計変更が行われた。日本への引き継ぎに際して地盤と停滞の補強が行われている。建設時は 包み高91.5メートル、包み重複12.2メートルであったが、再開発によってかさ上げされ、包み高91.7メートル、包み重複10.2メートルとなった。洪水破棄は当初計画において、ダム湖の東端部から太平洋へ放流する案やダム湖の中間部にトンネルを設ける案も検討されたが、費用などの点から、ダム本体より南東へ、 約300メートル離れた山腹に設置されることになった。当初は自由越流型であったが、再開発でドラムゲート式に変更されている。幅15.0メートル、高さ5.4メートルのドラムゲート2門が並列に設置され、シュート部の勾配は64%である。また、最大で、 秒速34メートルにもなる水流を抑えるために、当初設計では、フリップバケット式の原生口が採用されていたが、日本への引き継ぎに際して飛べ水式の原生口に、設計変更された。ダム本体から約6キロメートル東に離れた、東村大原地先のダム、古東端部にあり、洪水発生時には、ダム湖の水を、直接太平洋へ放流する。 幅7.0メートル、高さ5.0メートル、長さ30メートルのサイフォン6門が並列に設置されており、その先に続く長さ150メートルの緩やかな水路と、長さ48メートルの休憩者水路を経て、太平洋に至る。サイフォン式洪水掃きとしては、日本最大の規模である。当初計画では、設置が見送られたが、 日本への引き継ぎに際して、日本側の治水基準を満たしていないことが分かり新たに追加増設されることになった。計画にあたっては、小さな水変動に対して、急速に突出させる必要があること。ダム管理棟から約6キロメートル離れており、手動での操作に不安があること。 海に近いため沿岸を受ける恐れがあること、海へ放流するため流量の制御が不要であることなどが考慮された。洪水発起をまたぐ県道70号の大止まり橋も同時に建設された。初期は非常時に機能する自由越流型ヒューズプラグ式であったが、ダム本体下流部の負荷を緩和するため再開発において常用型の再本式に変更された。 工事に先立って1、25の二次元模型を用いた推理試験が行われている。福知ダム湖周辺の空中写真。画像左にダム停滞がある。人造湖は東方向、東南東方向へ細長く続く。画像右下の太平洋に隣接した位置に洪水破棄が設けられている。1977年撮影の9枚を 合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。福知ダムは冒頭に述べた通り内閣府、沖縄総合事務局開発建設部が管理を、行っている。しかし法的には、特定多目的ダム法に基づき建設されており、実質的なダム管理は同法により国土、交通大臣が行っている。 沖縄県は沖縄返還以後インフラストラクチャーの整備が推進されたが、本土に比べ遅れをとっていることは否めなかった。そこで政府は沖縄開発庁を設置し、沖縄振興特別措置法を制定し、河川、管外、道路整備など国土基盤整備をより強力に推進する方策を立てた。河川整備については沖縄県内には、 河川法に基づく一級河川が存在せず、法律上は、河川整備は、沖縄県が、国庫の補助を受けて実施する規定であったが、沖縄県の財政事情もあって、すべての河川を整備するのは困難であった。県は、旧琉球政府が計画、施行していた、治水目的を有するダムなど大規模な河川、総合開発事業について、 特措法第10条を延用して国直轄事業として施行するべく要請を行った。河川行政を干渉する建設省はこれを受け特例として沖縄県については旧琉球政府が施行していた福知ダムなど三ダムについて二級河川ではあるが国直轄の河川開発として担当することになった。以後福知ダムは 建設大臣が建設から管理までを一貫して行う特定多目的ダムとしての指定を受け施行が進められた。以上の経緯から福地ダムは管理主体こそ沖縄総合事務局となっているが法律上は沖縄振興特別措置法第10条をもとに河川法の特例として二級河川である福地川に 特定多目的ダム法に基づき建設され国土交通省の管理する国土交通省直轄ダムとして現在に至る。複雑な形態であるがこれは沖縄県全体の開発を統括するのは沖縄開発庁であるものの治水を主とする河川行政に限っては建設省国土交通省の先管事項となっているためである。だが、 沖縄県については先に述べた事情もあって様々な施策を一体になって進める必要性があることから沖縄総合事務局開発建設部が国土交通省の地方整備局の役割を担っているこのことから国直轄で管理施行する沖縄県のダムについては特定多目的ダム法が適用され河川行政を干渉する国土交通大臣が施行 管理者となるが、実際の管理は、沖縄総合事務局が、外交業務を行っている。同様の事例は、北海道における北海道開発庁、北海道開発局でも同じ扱いであり、開発建設部の管理するダムは、国土交通省直轄ダムとしての取り扱いを受ける。福地ダムには、洪水調節、不特定利水、上水道供給、 工業用水供給、水力発電の5つの目的がある。洪水調節については、台風上州地帯であることもあり、ダム地点で、毎秒1000立方メートルの洪水を毎秒460立方メートルカットし、下流には、毎秒540立方メートルを放流する。これにより東村の福地川流域の治水を図る。不特定利水については、 最大で、毎秒0.15立方メートルを放流し、環境図入り分の用水補給と、河川環境の維持を図る。利水については、沖縄本島全域に、上水道でついた治療86,800立方メートル、工業用水でついた治療31,200立方メートルを補給する。福知ダムは工述する沖縄北部の5ダムとともに、那覇市をはじめ、 沖縄本島の重要な水がめとして機能している。水力発電はオイルショックによる省エネルギー機運の高まりを受け再開発で追加された。ダムこと、日差し状水上道水路との落差33.2メートルによる水圧差を、福地発電所において定格1130キロワットの横軸単林単流、渦巻フランシス水車で受け、 定格1199馬の発電機を回し、最大で9 0 0ットの電力を発生させることができる。沖縄本島北部ダム群の管理用電力として利用され一般用の電力としては利用されない。離水に伴うエネルギーの有効活用が目的であり、発電のために水位を調整することはない。福知ダムは当初単独の事業として計画されたが、 その後の沖縄本島の人口増加に伴う、上水道需要の増大などを受けて、本島北東部に計画された他のダムと、統合運用される方針に変更された。これにより、沖縄北部河川総合開発事業として大幅な事業拡張がなされ、完成後よりさらに重要な位置づけを担うこととなった。発端は1968年に、 アメリカ陸軍工兵隊が策定したマスタープランによる。この時は、福地川より北部を流域とする阿波川水系と新川川水系が対象となり、この2水系に3カ所のダムを建設する計画であった。沖縄返還で日本政府に事業が継承された後、福地ダムと連携を図ることで、 効率的な水運用を行うことを目的に1978年、沖縄北部河川総合開発事業が策定。福知川水系と新川川、水系、阿波川水系、辺ノ川水系をトンネルで連結して相互に水を供給することにより水不足気味の沖縄本島に安定した水供給を行おうとした。これに伴い福知ダムは、 ダム再開発事業が行われることになり、1979年1月31日に基本計画が告示された。ダム本体のかさ上げや洪水破棄の改善などにより、常時満水位を上げることで、利水容量を増やす計画であり、発電所の増設や周辺環境整備なども合わせて行われることになった。工事は1983年3月に、概ね完成し、 利水容量は、再開発前の3900万立方メートルから4470万立方メートルに増加した。また1977年に完成した、新川ダムとの間に導水トンネルを設け、新川ダムの余剰分を、福知ダムの導水して水補給を開始。1983年には、阿波川本流に、安波、ダム、 支流の噴ん側に噴ん側ダムが完成し、安ハダムは、福地ダムに次ぐ沖縄県、第二の規模を持つ中核のダムとして、噴ん側ダムは、福地、安リオダムに水を補給する取水型ダムとして稼働。最後にベノキダムが1987年に、完成することで、ベノキ川の水も、噴ん側ダム経由で、福地、安リオダムに送水され、沖縄北部河川総合開発事業は、 完成しこれらのダムは沖縄北部5ダムとして沖縄本島の重要な水がめとなった。沖縄本島の水がめとしては、この5ダムの他に羽地ダム、カンナダム、倉敷ダムが建設されており、倉敷ダム以外は国土交通省直轄ダムとして管理が行われている。それでも沖縄本島では慢性的な水不足が解消せず、 県内最大の福地ダムでも取水制限が行われることがある。このため現在新たな事業として沖縄北西部河川総合開発事業が実施中であり、大母ダム、肘ダム、奥間ダムそして世界初の大形 CSG ダムとして施行される奥ュダムが特定。多目的ダムは2014年2月に完成した。ダムによって形成された副条湖は その総貯水容量及び、淡水面積において、ダム本体とともに、沖縄県随一の規模を誇る。2005年には地元である、東村の水泉によって、財団法人ダム水源地環境整備センターが、選定するダム湖100選にも選ばれ、観光地としての活用が期待される。ダムの周辺には駐車場、緑地、テニスコート、 資料館などが整備されている。1987年から福知ダム祭りが開催されるようになったが、後に福知ダム夏休み自然体験会に変わった。カヌーを操るパイナップルをモチーフとしたパヌーが福知ダムのマスコットキャラクターに選ばれている。ダム州水域の大部分はアメリカ軍演習場となっており、水源地の汚染を心配する意見もある。 2017年10月11日、自高校で、普天間基地所属の大型輸送ヘリ CH53E が墜落炎上し、またその放射性物質を含んだ汚染物質なども問題となったが、その墜落現場は、県民の水が目であり、現在の本島全域の引用可能な水の約6割を送水する福知ダム流域まで、 わずか400メートルであったことが問題となった。北部訓練場や旧安那訓練場の多くを水源とする沖縄の北部ダム群は県民の浄水道の水の約8割をにっている。ありがとうございます。